中日ドラゴンズ柳、保留。球団には査定が全てだと言われたという。だが柳は査定の数字に現れない自分の気持ちを主に訴えたと説明した。はい、始まったいつもの謎査定。いい加減にしろよ球団金出せやボケ。楽天と2ゲームくらいは縮まったか。加藤になってからごねても一切上がらんからな。気持ちを察して織り込めなんて女かよ。はい、出たいつもの余計な一言。FA 前とはいえ S が1億って安すぎだろ、出ていけって言ってるようなもんや。何しても来年で消えるんだしもうええやろの精神や。楽天がストーブリーグ独走してるからって追走する必要ないですよ。 FA していいぞチナディーやけど、こんな球団のために頑張る必要はない。来年 FA なんやな、柳絶対出ていくやん。バンドの恩恵あるし、アップされてるだけでありがたいだろう。いろいろゆるゆるな組織なのに金には異常に厳しいな。楽天は人を傷つける笑い、中日は人を傷つけない笑い、一緒にするな。楽天が目立ってるからストーブリーグの覇者として動き始めたな。点取られるから負けがつくんやぞ、原稿や。あまりにも直球査定。出ていくにしても最低あと2年は働かなきゃいけないからな。たかが4勝投手がクビにされないだけありがたいと思え。まさかマイナス査定やったんか。楽天から話題取り返そうと必死やな。ご視聴ありがとうございました。